こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は不識です。出典は碧岩録です。6世紀の頃、中国の梁の皇帝武帝は仏心天子と称されるほど深く仏教に帰依した方でした。ある時、ダルマ大師を宮殿に迎え、さまざまな問答を交わされました。まず武帝は陳即位以来寺を作り、経を写し、僧を度すること挙げて帰すべからず、何の功徳があるかと尋ねました。自分はこれまで多くの寺院を建て、写経をし、僧侶を育て、仏教の発展に尽くしてきた。そんな自分の功徳はどんなものだろうかと問いました。それに対してダルマは実にそっけなく無功徳と答えたのでした。功徳など何もありません。次に武帝はいかなるか、これ正体第一義と問いました。それでは仏教の根本義は何ですか。それに対し、ダルマは、覚念無生と答えました。覚念とは、がらんとして何もない様、一点の雲もなく、カラッと晴れ渡った空のような状態です。そんな空みたいに、仏法の根本義なんて、どこを探したってありません、とダルマは答えたのでした。そして最後に武帝は、真に対するものは、他祖、と問いました。一体全体、そんな答えをおっしゃるあなたは誰なのですか、と問いました。それに対しダルマはただ一言、不識、知りません、と答えたのでした。この武帝とダルマの問答は始終噛み合っていません。ダルマは武帝の問いに何一つ答えてはいません。ダルマの真意はどこにあったのでしょうか。おそらくダルマは寺を建てるとか、僧を育成するとか、仏法の根本義を求めるとか、そういった計らいや作為では決して禅の奥義は得ることができないと思っていたに違いありません。この問答の後、ダルマは寮を離れ、義の国の少林寺へこもり、いわゆる面壁九年の座禅生活に入ったのでした。それでは今から不識と書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。